去年別府市で初開催されたお湯をかけるイベントが今年も開かれます。昨日実業家の堀江貴文さんが詳細を発表しました。別府温泉ぶっかけフェスは別府温泉の魅力を世界に PR しようと実業家の堀江門こと堀江貴文さんが企画しています。去年初めて開かれおよそ4000人が訪れました。今年もイベントが開かれることになり、昨日堀江さんが見どころを語りました。最初こう乗り方もよくわかんない、知らないアーティストだと余計わかんないと、これを全くなきものにしてくれるのがこのずぶ濡れになるっていう体験です。イベントの目玉は音楽を聴きながら浴びる大量の温泉水で、今年も1000トン以上が準備される予定です。別府温泉ぶっかけフェスは8月31日と9月1日に別府スパビーチで開かれます。